はい、どうも、話題コーチ一笛吹き堀江和義です。こんばんは、こんにちは。おはようございます。今回はですね、篠笛の、解説動画というか実験動画というかなんですが、使う人にはもう、なるほどなるほど、こんなことができんやなと。使わない人にも全く関係のない話なんですが、この篠笛ですね、篠笛を、いろんなエフェクトね、かけたらどういう音になるのかっていうのを、紹介したいと思います。僕が動画で、いろんなカバー撮ってるんですけど、一応コンセプトとしては、その、原曲に近くってことで、例えば、よくあるリバーブかけたりだとか、コーラスとか、たまにフランジャーとかそういうの入れたりしてるんですけど、篠笛の音にエフェクトをかけると、どういう音になるのかっていうのを、いろいろ試してみたいと思いますので、何かの参考になれば、いいかなと思います。今回はですね、これちょっと改造してますけど、玉木といって、立平さんという笛師さんのところで、販売されてます、竹のね、削りカスと、グラスファイバーとかかな、ちょっと詳しいことはわかんないですけど、で作られた、言うたらプラスチックというか、というような笛です。と、撮影は今日もあえて iPhone のみで、iPhone のカメラと iPhone のマイクで、撮った音を使ってやってみたいと思います。じゃあ、まず、一回生で吹いてみるので、まず生の音を聞いて、そこからいろんなエフェクトをかけて、いきたいと思います。同じ動画使い回ししていろんなエフェクトに変えていくので、あとはおそらく文字で説明していくと思いますので、最後までどうか見てください。はい、じゃあまず生いってみます。はい、じゃあいろんなエフェクトをかけていきたいと思います。じゃあ、どうぞ。はい、ありがとうございました。いろんなエフェクトをかけて、こういうことになるんだなと、何かの参考になればいいかなと思います。僕の動画では、篠笛のいろんなポップスとかのカバーとか、たまに和太鼓の演奏を上げたり、ちょっとだけこう解説動画とかも上げたりしてますので、何かのご参考になれば、幸いでございます。もしチャンネル登録されてない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あといいねボタンとかね、あとコメントもいただけると喜びますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、今回は足の上の音にエフェクトをかけたらどうなるのかでした。ありがとうございました。